くる、それがよりこう具体的になってくるような時期でもありますか。そうですね、やっぱりこう、まあ、打撃コーチを中心に、はい、フィンです。さあ追い込んでキャッチャー大城は外に要求、変化球できてセカンド吉川尚輝からファースト岡本に渡ってワンアウトです。それがすごく投げやすくなったってことね、はい、あの今日言われてた効果的に投げ込んでいけるか。右の石川に対してはインコース要求、やり投手なので右バッターには一塁側を踏んで、はい、クロスに入ってくるストレートっていうのを生かしたいんですけども、はい、やっぱりこう左バッターに対しての投げやすさ、それとツーシームを生かすために三塁側を、大城は高め要求。あっとここはバット回りました。力のある速いボールで空振りの三振、はい、意識球に使ってますよね。うん、ここもインコースに、それからカットボールという小さい変化のボールを投げ分けてきます。このツーシーム、まあ、ここはバッター的にはちょっとイメージはなかったボールかなと思うので、はい、ただここも変化球で空振りの三振。ランナー出しましたが初回をゼロで立ち上がっていますグリフィンです。ボール先行です。少ないですよね。そうかもしれません。ここ鈍い音増してセカンド吉川尚輝正面、チェンジアップだと軌道的にはそんなに変わらないのかなと思うので、はい、あのやっぱりね右バッターはね何が一番って言ったらやっぱインサイドストレートに、ね、インコース。ここはサード門脇、一塁送球2番の村松に回ってきました。先ほどの打席は真の主軸になってくれればドラゴンズの、ね、上昇は外に構えました。このボール変化をつけてきて、ここはピッチャーへの当たり直接をタッチしました。これはアウトです。3回まで無失点で終えているジャイアンツのグリフィン。ジャイアンツは吉川から始まります。セカンドランナー細川、インコちょっとこれも中に入ってきたか。この辺りは膝元に行ってエキサイトし投げてくれないので、外のボールバット回りました。ここは150キロを計測しています。グリフィンのツーシームいますので、はい、抑えられてるのかなっていうふうには感じますんでね、やっぱりこう乱れてる時逆球っていうのもね、初球のあのカットボールとか、ね、チャンスボールだったと思いますんでね。そうでした。の反応を見たピッチングもできているので非常に心強いと話をしています。はい、なんていうふうには見てますけどね、ある程度の球威があります。ここもインコース変化球できてバット回って空振り三振、低めのカットボール、これはバット回りましたが、このボール野村さんどうでしょうか。もう最高のボールだと思います。最高のボール、あのやっぱりスピードを感じてるんですよねバッターが、はい、で空振りしたりこう振り遅れたりする中でやっぱりストレートに比重を多く持って打ちに行って、はいはい、それに合わせようとして変化球をね、ライトへの当たり、大島初球打ち、ノーアウトからチャンスを作ったドラゴンズでしたが、グリフィンがここは踏ん張りました。4回まで無失点です。見ますけどね、追い込んで外要求、変化球大きなボール持ってきましたがバットは回っています。空振りの三振です。やっぱりね一発で仕留められるっていうボールではないかなと思うぐらいね、変化量は多いかなと思いますけどね。ここはバットバントをすることができませんでした小笠原。ここまではドラゴンズ打線ゼロに抑えています。カットボール、やはりグリフィンはそのそうでしょうね。ああここは膝元入りました。空振りの三振、先頭バッター出しましたがここも三者連続三振、見事なピッチングです。バンテリングドームでもホームランになるというところでは、この辺りはショート坂本落ち着いてさばいて2アウト、ちょっと送球が高くなりましたが、れました。さあ今度はベテランの番です。石川の一発が生まれまして、交代ですか、はい、ここは合わせたバッティングになりました。吉川前進、一塁送球はアウトです。